利休殿は節操と同じく陰陽の道に通ずるお方。こちらは利休殿からの選別、ぜひお役立てくだされ。 進むがよいよいよ。
秀千代殿、お主を待っておった。この先はさらに厳しい戦いになるはず。一人では心もとなかろう。わしも共に参る。